まあ、実は私、ミアは、あんまり部屋を片付けるのと得意じゃない。ズバリ、散らかってるというお部屋なんですね。うん。で、今日友達が家に来てて、そう。うわーみたいな。散らかってるみたいな感じで。まだ、段ボール、引っ越して、段ボールがまだ8箱もある状態で、ほぼ片付けられてないっていう。引っ越して半年経つんですけど、まあ、その8箱もなくても生きていけるってことだね。もうそういう感じなのよ。私捨てられないのものが。全部思い出が大切すぎて。思い出の中がな、思い出は段ボールの中にしまってあるんだけど。でもなんかさ、あれもこれも捨てられないの。ちっちゃい頃のぬいぐるみとかも、なかなか捨てられないし、教科書とかもだいぶ捨てたんだけど、もうこのノート、一生懸命作ったノートを捨てられないとかいろいろあるわけさ。受験の時に使ってたノートとかさ、捨てられないとかあったりとかして、それもあるし、あとは、クローゼットにいっぱいちゃんとかけてあるんだけど、服が。で、タンスの中もちゃんと、引き出しの中にもちゃんと服はしまってあるんだけど、新しく洗濯された洗濯物が棚の上に置きっぱなしだったりとか、そっから服を着てて、ちょっと靴下が落ちてるよ、みたいなのとかね。あ、そういうので結構、まあ足の踏み場が、ん？みたいな状態になってたりとか。だから衛生的には問題ないんだけど、とりあえず物が散らかってるっていう状態があって、そろそろもう秋ですし、お片付けにもいい気候になってきたんじゃないかな って思って、いい加減、段ボール開けなきゃってちょっと思ってて今。そう。で、捨てるものは捨てて、整理整頓して、ベッドの周りにある漫画とかもちゃんと本棚に戻してとかね。漫画とかをさ、ふって読んで、そのまま寝ちゃったりとかすると、その漫画をしまうタイミングがなくて、そのままになって、またそこから読むみたいなね。そこが本棚とかしてるんですよ。で、しまいには段ボールを2箱積んで、それを机代わりにしちゃってたりとかね。意外に便利っていう。そういうのをやめようと思ってて、今。もう、でも意外に、そういう、だからお部屋片付けられませんっていう女子が多いんじゃないかなって 思ったの。意外にね。意外に男の子の方が几帳面でさ、きっちりしてる男子多いんじゃないかなとか思ってて。だから女子のお部屋事情をさ、私だけじゃないんじゃないのっていうのを聞きたいなと思って、ちょっと聞きたいな。なので、まあ、男子は、例えば、妹ちゃんとか、お姉ちゃんとか、お母さんとか、女友達とか、彼女とか、のお部屋、どうですかっていう、リサーチしちゃいたいなと思います。